現状は上の方をここだけ二重にしてあるんですよ。でかなり日陰になっていいかなと思ったんだけど、現状はこれ取り出してあるんですけど、部分的に具合が悪いやつですよね。こういうふうに倒れてる、くたってなってるのを見てみたら、一応根っこは出てるんですよ。ただ根っこが細いっていうやつですね。でここら辺にも一応掘り出してみたんですけど、一応根っこはあるんだけど細いんですよ。白い元気な根が出てないっていうやつですね。ここはちょっと出てるから、これはまだ元気の方だと思うんだけど、でこれもあんまり良くないんですよ。こういう白い根が出てるといいっていうことだと思うんですけど、こういうやつか。これでもこれでもだいぶ長くは出たんですね。これ5センチぐらい伸びたのかな、植えてから。でなんかおかしいなと思ってたら、土がね、なんかこれですよね。あ、これか。これがここのとこがくしゃってなってると思うんだけど、ここに例のアブラムシっていうかアリマキがついとってですね、なんかすっごい具合悪いなと思ってた。次の日におらんくなっとったんですよ。でなんでかなと思って、まあおらんくなった1匹は捕殺したんだけど、あと 5,6 匹残っとったから、まあちょっとしばらく様子見ようって置いといたんだけど、次の日になっておらんくなったんですよ。でなんかおかしいん、それでしばらくしたらその周りのところちょっと具合が悪くなよ、なんか元気がなくなってきたんで、しょうがないから土を外したんですよね。だからそれでちょっと引っこ抜いて匂い嗅いでみたら、木作液の匂いがするんですよ。で私木作液とか使ってないから、誰かが勝手に木作液かけたのかなとか思ってるんですけど、なんちゅうんですかね、まあ、アブラムシ、まあ、要するにアリマキが死なんからって言ってもスプレーとかでガン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 噴霧器でかけまくるやつがおるっていうことを言いたいやつがおると思うんだけど、巣だからね、基本的には木作液って書いてあるだけに巣漬けになっちゃってて、なんか私のところでやらんといてくれっていう感じなんですけど、これとかここのとこがなんかね、腐ってはないんだけど溶けちゃってるんだよね。だからこの黒い部分はもう最初から黒かったからあれなんだけど、そうじゃなくて黒く、酢が入ってるから知らんけど黒くならずに溶けてるんですよ。だからちょっとかけすぎてる人いるんじゃないかなと思ってるんだけど、私のところでも試さないと、私のところで試さないでほしいっていう話ですよね。一応木作液は昔買ったんだけど、現状使い方がよくわからないから使ってないっていう感じだったんですよ、私の場合は。私の場合そういうのは多いんですよ。肥料とか買うんだけど、例えば農薬っていうか殺虫剤とかも買うんだけど、一応は除草剤とか、その効果が効くのか効かんのか分からんのと、どれ程度やったらいいか分かんないから、しばらく使わんちゅう時があるんですよ。1年ぐらい分からんということで、それでしばらくするとなんかこんな感じになってる時があって、もう木作液2年か3年ぐらい前に買ったんだけど、全然使ってないのがこんなところで使われてるのがおかしいような、木作液の匂いは知っとるから。でこんなところに木作液の匂いだ、ここだけ匂ってるから木作液誰か勝手にかけやがったっていう感じなんだけど、だから基本捕殺ですよ。こういうのもなんか穴が開いたりするじゃないですか。そうすると虫がおるっていうことだと思うんだけど、どっかに。で、もう基本捕殺ですね。私が、言いたいのは、自分で食べようと思ったのであれば、もう捕殺しかないと思うよ。
農薬かけたくないから木作液っていうのでギリギリ殺虫効果を期待するんだろうけど、木作液かなり臭いからね、その臭さで虫が来なくなるっていうだけの話だと思われるんですよ。そういうことは本に書いてありました。自然農薬を作ろうみたいな本に。匂いで虫が寄らなくなる、まあ、なんていうんですか、炭というか、タール分みたいな、焦げた匂いに近寄らないから使うっていうようなことが書いてあったから、そんなにたくさんかけたら、植物の方が溶けちゃうよっていう話でしょうね。酢だから。それか濃かったとか。いや、木作への匂いがそこだけしてたから、土をこうやって ほじくり返して、この周りこうやって取って、匂い嗅いだら、これだけ木作への。だからそれは使いすぎじゃないかなという感じですけど。で、しょうがないから、いや、だから基本捕殺だと思うんですよ、虫が出てきたら。このプランター2つしかないから、基本捕殺ですよ、虫は。ひねり潰してるっていう感じなんだけど、だからこうピンセットでつまんで手で潰すのも、まあ、気持ち悪いは気持ち悪いので、まあ、ピンセットでつまんで地面に落としてこうやって潰してるんですよ。だから捕殺をしてるんだけど、捕まえて殺すって書く捕殺をしてるんですよ。私にとってという私の現状のこの栽培植物にとって、害虫となる部分を捕殺してるんですよ。基本食べようと思って作ってるから、農薬はあんまり使いたくないというのでしょうがないから捕殺をしてるんだけど、木作液は現状使ってないですね。これもう木作液の匂いがつくともうげんなりするじゃないですか。だからそういう匂い的なものが強烈なものはできるだけ使わないようにしてるんだけど、まあ、ある意味わさびも繊細だと思うんですよね。味的に言うとこのわさび漬けとかこういうのに使っちゃいけないと思うんですよ基本。だから捕殺だと思うんですよ、捕まえて殺すっていう捕殺をしないといけないんですよね、虫に関しては。これはこの程度の少なさだから、いや、自然農法に近いような水耕栽培をしてしようなんて言ったらもう捕殺しかないですよ。みんな捕殺って言ってるよ。木作液を通り過ぎてみんな捕殺に入ると思うんですけど、多分捕殺に入ってるね、そういうことをやった人は。それができてないならもうやめたっていう人だと思うんだけど、でしょうがないからもう泥をこうやって洗ってるんですよ。こうやって洗って、もう今日雨だから、まあ、ちょうどいいかなと思ってるんですけども、こういう感じで洗ってるんですよ。でちょっと粗めのと細かめのですよね。で一応そこの方にはそこの方にはこういう感じにかなり粗めのやつを入れてるんですよ。この上にちょっと粗めのと細かいのってやってるんですけど、でこう二重になってるのこういう風になってるんですよ。でここのとこがちょっとここだけちょっと短くなってて、こっからこぼれるようにしてるんですよ。ここのところに穴が開いてるから、でここのがへこんどるからちょっとここに入って流れていいかなということで、このとこだけちょっとへこましてるんだけど、隙間を作って、でこれをこうやって二重にしてるだけなんですけど、これ比較的具合がいいシステムだなと思ったんだけど、でなんか知らんが木作液勝手に使って、やらかしやがったなっていう感じなんです。でまたやらんでもいいような掃除しなきゃいけなくなっちゃって僕洗ってるんだけど、あれなんじゃないですか。まあ私のところはまあないとは思うんだけど、子供と一緒に住んでたりすると子供が勝手にやらかすんでしょうね。てか頼んどいたらもう捕殺しといてくれっちゅうのに木作液をかけて何とかしようとして失敗したっちゅうのに気づいてないってことじゃないですか。もう
虫は捕殺です。こうもう食おうと思ったら、植物でそれから野菜を自分家で作って食おうと思ったら基本的には捕殺ですよ。それが大量に作ってるから、農家は、生産農家はあのスーパーとかに卸しとる、すっげえ大量に作っているから、そういうことがなかなかできないので仕方なく農薬を使ってるっていう方が近いと思うんですよ、基本的には。いや基本的に売れるような野菜を作りたいということだと思われるから、というベースで言うとそうなるはずなんですよ。だから本当に少量自分で作って食べよう言うたら、もう捕殺しかないですね、虫を。もう害虫となる、ような虫ですよね、食べるものに対して。もう捕殺しかない。そのアウシュビッツみたいな毒殺はもうやめた方がいいと思います。もうだから木作液を大量に使ってアウシュビッツみたいに、アリマキ、まあアブラムシを、殺す、もしくは排除するのに成功したとしても、それが飛びついていたわさび中本体が腐ってしまう。その農薬というか、そのアウシュビッツという意味合いで使った毒で、それじゃ意味がないっていうことですよね。だからしょうがないから洗ってるんですけど、まあギリギリ木作液だから、洗って水を流しても、ここら辺の植物が多少本当に少量なら具合がいいかもしれないから。だから雨の日でこれぐらい使ってますよ。だからもうこれ以上、これ洗うのにもうすっごい水いるんですよ、木作液臭いのを取るがために、取るだけのために。木作液を使う量は気をつけた方がいいですよっていう話でした。いやまだ私は使ったことないでわかんないんだけど、あの匂いが野菜からしたらちょっと木作液使いすぎなんじゃないのっていうことだと思うんですけど。